どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの死に火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、というわけで今回は京都にあります京都激辛商店街のみんみんさんにいます。以前にですね、こちらの激辛チャーハン辛さレベル3を食べてですね、見事死神チャーハンへの挑戦権をゲットしました。はい、この通りですね、激辛名人認定証っつってね、一応この激辛レベル3を完食するともっと辛いのに挑戦できるっていう資格を得てね、まあちょっと詳しいのはね、前の動画を見ていただければと思います。で、今回はですね、死神チャーハンと言われてる、過去にね、世界一辛い唐辛子としてギネス登録されたあのキャロライナリーパーを使っているということで、今回はね、相当な辛味が期待されます。それでは行きましょう、レッツゴー。今回はですね、この作る時に、ちょっと名物となっている、ガスマスクをつけてこう作るそうなんでね、今回それをカメラに収めちまおうということでございます。こちらも香辛料の刺激が強いということで、厨房がざわついております。ちなみにこの死神チャーハンって月にどれぐらい出るんですかね。2、3個。なるほど。こちらがキャロライナリーバー。キャロライナリーバー、荒刻みにしたものですね。はい、で、2本み、み、あ、これすごい、あ、これ2が丸々1個入ったか。これは大盤振る舞いでございます。すごいね、めちゃくちゃ大きいですね、キャロライナリーパー。こんなでかいの。このキャロライナリーパーはどこから仕入れてるんですかね。向こうの人は農家の方。あ、向こう、農家で。こちらケチャップ、豆板醤、デスソース。デスソースこんなにかけるんですか。うーわ、これはえぐいな。あ、こちら見たことありますね、サドンデスソースですね。これはえぐいな。さあ、こちらが死神チャーハン。うわ、すごい。いただきます。さあ、ミンミンさんの死神チャーハン、お手並み拝見です。おいでやす。おお、やばい匂いしかしない。これはすごいな。こちらが中華風のきゅうりの漬物ですね。いただきます。優しいですな。これえぐいわ。ここのチャーハン本体の部分で言ったら、大阪で食べたデビルチャーハンに、ここの部分は辛いですね。やっぱデスソース使ってるだけって、これはマジで、これは危険だ。たった一口でこれだよ。
か手だけあってね、あのデスソースの酸味が結構しますけど、強烈、辛味がマジで強烈、全然進まない。このキャロライナリーパーの実はこれマジでヤバいと思うぞ。これ食べたらマジラリーパーの実を食べて、このケーキャラバトルにケリをつけたいと思います。ほら、間開けない方がいいね、これ。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。ビンビンさんの深夜みちゃん辛さレベル、じゃらららじゃ、マックス、マックス、これはえぐい、えぐすぎる、辛すぎる。時間が経てば経つほどね、辛さが体に染み渡ってくる、とんでもねえメニューだと感じました。さすが
激辛商店街の激辛メニュー参りました。もしこの挑戦に高評価の方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと激辛ブログも更新してますので、またチェックよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。